じゃあ、こんにちは。はい、お願いします。お願いします。昨年ね、はい、新庄監督が、はい、俺がエスコに行った時に話をしてくれたの、はい、わざわざ来てくれた、はい、でその時に質問したのね、はい、で最初は1年目は自由だと、で2年目は勝つっていうふうに言った。それなんでかって言ったら、選手の思考を変えたいんだと、はい、勝つためにはどうしたらいいか、1年目は自由だったけど勝つことを意識しながらやらすとどうなるんだろうと、ものすごく深く考えてんだよね。だから勝てるとは思ってませんよと、ただその思考で戦わせると、はい、今年はどうなん、どんな感じなのかな、やっぱ勝負っていうことなのかな。そうですね、本人も何か取り組んだ3年目は目いっぱいの勝負をかけるっていうことも言ってましたし、うん、で一番の条件はもう勝つ、うん、はい、で僕ら見てるともうなりふり構わず勝つことに執着してるなと思うぐらいの補強もありました、うん、はい、なのでもう世間の目も全て考えた上でもう言い訳のできないものを作った日本ハム事情ってあると思いますんで、うん、はい、悔いのないようにやりたいというようなことも言われてますね、うん、なんか新庄監督の中で3という数字がすごいポイントみたいですね。ポイントみたいだね、はい、だから3年目とか、はい、そういうものがすごく自分にとっては縁起がいいとか、はい、そういうことじゃないの。ああ、それを言ってました。言ってた。なのでもう今言われたみたいに楽しさをもう一度思い出させて、でこんな野球もあるんだぞ2年目で、今シーズンは本当に勝つためにはという欲と手段、うん、はい、で一番は1年目明るく、2年目ちょっと寡黙に向き合って、3年目は明るくも寡黙もなくと新庄剛志になりますって言ってるんで、僕ものすごい楽しみなんですよ。だからもうそのさ、新庄剛志になるっていうのはどういうことなんだね。喜怒哀楽全部あのままじゃないでしょ、あのまま出してるぐらいの、はい、うん、だからウェーイっていう監督がいるかもしれないですね、うん、はい、あの1年目のキャンプの時にさ、非常に動きが激しくて選手に指導もしてたじゃない。で2年目から辞めて、で3年目も辞めてるでしょ。あ、でもなんか気がついたら直接にアドバイス送ってました。今年は、はい、昨年全くやらなかったね。そうですね、不動の新庄剛志でしたね、うん、はい、今年はどういう野球になると思う。もっと厳しくなるかね。まあ、メジャーの経験者ですし、うん、もう調子がなく、その選手に情があったとしても、もう二軍系の赤切符はすぐ用意すると思います、スパッと。今年はある程度固定で戦ってい、けそうな感じがする。それは作りたいみたいですね。やっぱ作りたいのと思います。昨年見てても固定にするとは言ってても、はい、なかなかやっぱ固定には難しいだろうなっていうのは旗から見ても分かったんだけど、はい、戦力的にそうでした、ね、まあそうだよね、はい、で使った選手がミスする、まあ、そうなってくるとミスしても使い続けるっていうことを新庄監督しないし、やっぱもう切り替えるとか、はい、ね、そこら辺では競い合わせてるけども、今年はある程度決めて我慢するんやろうか。あ、マンチューが昨年、はい、もちろん肌目から見てても我慢したい選手になったよね、はいはい、打てなくても、はい、今年は誰が出てきそうかな。野村 J どこまで辛抱するかだと思います、はい、でも今まで野村 J を使うんだったら清宮が一人いなくなるかもわかんないよね。そうですね、だってファーストに外国人が入る、はい、もしくは DH なんで、あ、はい、はい、清宮は足首治ってからどんなアピールをして、その時にピースハメで、あ、どんな青写真持ってるんかなに至ると思うんですけど、でも新庄監督がさ、清宮に対して怪我した時のコメントがもう置いていくって言ったじゃない、はいはい、その言葉っていうのはすごく重いなっていうふうに思ったんだけど、清宮6年目7年目で満足にキャンプインキャンプ終了って2回か3回ぐらいなんですよね、うん、はい、手怪我した、体調悪かった、満足にいつも時間を過ごせないんで、お前またかっていうようなのもあったんじゃないですかね。でも新庄監督が置いていくって言ったら置いていくからね、完全に。そうですね、はい、それどう思う。いや、もうその白黒はつけていいと思います。ああ、そう、じゃないと勝てないじゃないですか。まあそりゃそうだ、はい、怪我してほしいな、早く帰ってこいよ、これも清宮にかける声ですけども、もうあかんあかん、もうまあそんなやったら使えんわ、怖くて使えんわ、もう監督の意見として成立するじゃないですか、うん、はい、だから今年はね、より厳しくなるような感じがするんだけど、それはあると思います、ね、はい、フロントからもそういう注文をもらってるんじゃないですか、うん、もう誰を育てるとかじゃなくて戦える選手で戦ってくれっていうようなことを監督も言われてるんじゃないでしょうかね、うん、あのチーム全体がそういう方向性を持ってるんじゃないかと思うんです、うん、やっぱりあの新庄監督も3年目ということで、もう望む通りにっていうような感じだよね。そうですね、あの球団がね、はいはいはい、だから勝負に出ると思うんだけども、はい、誰がポイント握ってる。
僕はサードだと思ってるんですよ。お、はい、だから今もう名前出た時点でもう野村と清宮じゃないですか、うん、ほんで守備だけでいったら違う守備職人を入れるかもしれないです。石井和也サード行けって言うかもしれないです、うん、はい、だからサードを誰で固定できるのかっていうのがとってもポイントかと思って見てるんですよね。他は大丈夫、もっとこうまず外野で行くと、万波と松郷ともう一人誰かっていうところじゃないですか。でも松郷も危ないっていうような感じなんで、いやでも松郷外せないと思います。いや俺もそう思うんだけど、はいはい、やっぱあの経験値とで今年の入ってる姿を見たら、あやっぱり松郷だよねってなってるんで、うん、もうこの時点でだから松郷が150本以上ヒット打ちたい、3割はこだわりたいっていうことも本人も言ってますし、うん、はい、だから外野はもうレベルの高い、うん、そういう争いで時々チャレンジゾーンを設けたりするのかなとも思ってます。はい、内野がファーストはレイエスもしくは DH でもしくはマルチネス、うん、でマルチネスもいるんだよな。はいはい、いやだからどういう風に回していくのかなと思って、はい、もうマルチネスがキャッチャーでずっと出てるようじゃ僕しんどいと思ってます。バットを生かしたキャッチャーとしたらね、はい、うん、だと思います。やっぱキャッチャーピリッとしたのが出てきて DH とファーストをレイエスとマルチネスがで清宮がどこに切り込んで入れるのか、で二遊間はもう上川端、奈良間、石井一成、で加藤豪介、この辺りが、まあ、試合数をどれだけ稼いでもぎ取れるかと思ってるんですよ。でもそこら辺はレギュラーを作りたいよね。作りたいですね。強いチームって二遊間強いじゃないですか。絶対強い、はい、センターラインってよく言いますけど、新庄監督だったらもう決めてくるかなっていうふうに思うんだよね。だから右も左も関係ないっていう、はいはい、おそらく人だから、はいはい、いや左が左を打てないんだらもうレギュラーから外すよみたいな感じの、はい、まあ人じゃない、厳しいじゃないそこら辺は、はい、だから俺は固定してくるような気はするんだけどね、うん、そう思えばもう2月の後半ぐらいにはあ今年こんな体勢で戦いたいんだっていうのが見えるかもですよ、うん、はい、紅白戦をこの時期、まあ、早い時期からやり始めたじゃない、この意図っていうのはどう感じてる。思い返せば去年2月1日に紅白戦やってるんですよ、まあ、そうだよね、はい、なので早く戦える体制を確認したくてたまらないのかなと思いました。それが自分の確認なのかな。そうなんすかね、まあ、自覚がないと、はい、自主トレからちゃんとしたことをやってこないと、はいはい、いきなり紅白戦なんか入れないじゃない。そうですね、まあ、ピッチャーなんか特にさ、特にそうですね、そうだよね、はい、だからまあその自覚となんかそういうこともなんか新庄監督は鋭く見てるのかなっていうふうに大いにあると思います。やっぱそうだよね、はいはい、そこで動き悪かったら即刻2軍も、うん、もう新聞の見出しになるかと思ったんですけど、うん、そういう選手はいなかったですね。でもその2軍から紅白戦今川が呼ばれて、はいはい、全然ダメだったの。でも気になるんだよ、1戦目いいヒット打ってたんですよ。ファシャーってあの湯田さんの大好きな笑顔で、そうそうそう、はい、でも2軍の練習ガオラスポーツでライブカメラ映すと、まあ、今川は今川で頑張ってます。あのまんまで頑張ってるんだけどさ、はい、違った頑張り方してるんだよね。違ったっていうか技術的にそうなんだけど、ちょっとひねったらすごく良くなるのになんでそこ気がつかないのかなっていう。だから間違ってるとは言わないけど、一生懸命やったって得られるものは少ないじゃない、間違ってるものっていうのはね。だからなんて言うんだろうな、ちょっとひねったら全然変わると思うんだけどね。え、伊藤さん的に彼がこれからレギュラーを取るには今にしかできないストロングポイントをインパクトとして出さなきゃいけないじゃないですか。どの部分特化していけよ。いやバッティングでしょ、はい、結局バッティングの中でもやっぱ俺は20本打てると思ってるからさ、うん、だからその20本打つためにはちょっとひねらないと打てないんだよ。ひねる、ひねる。だからあいつね、同じ、まあ、あいつって言っちゃうけど同じスイングしかしないんだよ、うん、で自分のスイングしかしない、応用が効かないんだよ。なるほど、まあ、そのためにはやらなきゃいけないことっていうのはもう限られてきてるんだよね。力も強い、スイングも力強いね。だけどその呼び込み方も下手だし、柔軟なところっていうのを引き出すような練習をおそらくしてないなっていうのがあるんだよね。マシン打つにしてもバッティングピッチャーの球打つにしても気持ちいいバッティングばっかりやってるってことなんですよ。そうそう、だからスイングしろって言ったら同じとこしか振らないんだよ、はいはい、のようにしか感じないんだよ。これ僕ね、井上さんに聞きたかったんですけど、このバッターいいじゃないですか、この構えのバッター、右も左も、うん、そういうバッターはもうツボが限られるのかなと思って。パワーヒッターに多いよね、はい、うん、もう力負けしないためのここですもんね、うん、はい、でちょっとこう絞り加減はすごくバットを操って、うん、バッターボックスの粘りも出すように感じてるんですよ、うん、
ただ今川のこれっていうのは多分ね、ここに内側に入れたいから余計にこうやってるんだと思う。だからなんていうのかな、柔軟性がないんだよ。顔にめちゃくちゃ柔軟性あるの、性格とかに、はい、いやだけどそれをなんでバッティングに活かせないのかな。逆の方がいいよねだから私生活は不器用でいいから、はい、バッティングの中で柔軟性を持たせてやりたいなと思って、うん、どんな練習したらいいと思います。あの子は性格的に何でもはいはいって聞いてるようで結構頑固なとこがあるね。あ、そうかもですね、そのスイング貫いてるだけ。そうそう、はい、いやだからまずはやっぱ性格的に取り込んでいく、これが一番最初だと思う。うん、やっぱね、人が良さそうであいつは頑固だよ。自分のものっていうのは、うん、一つのものっていうのは、曲げない曲げない。だからあいつ結婚したけど多分離婚は絶対しないと思う。ドキッとしたそれはもうドキドキだもん。説得力がないそうでしょ、いやだからそのぐらい一途で実直なところがあるんだよ。でもそこをやっぱこう変化与えてあげないとさ、はい、多分ね終わるな。だって競争に勝てないもん。やっぱり優秀な林が揃い出したから。どんな練習をさせます、もし高木とかコーチ。まずいろんなティーだな。もうストライクじゃなくてボール球を最初から打たすよ。僕めっちゃ思いました。僕ヒットエンドランの練習させようかな。あ、もうそれでも大丈夫、はい、うん、もうとにかく全部くれ、多様性、はいはい、全部くれって。まあ器用さ覚えますよね、うん、器用さとやっぱティーバッティングで作り上げたものをやっぱフリーバッティング、フリーバッティングで使ったものを試合。あの子の場合はフリーバッティングで気持ちよく打って、その気持ちよさで試合をやってる感じがしてならないんだよ、はいはい、だからピッチャーやってて駆け引きがあるでしょ、はい、彼が試合に出てまずライト前を打ったってどうする。別に怖くないです。怖くないでしょ、はい、だけどランナーがいる時に、はい、これライト前を打たれると嫌だなと思ったら、はい、今度は逆に引っ張らせるようなボールを投げると思うんだよ、はい、駆け引きとして。駆け引きとして、そしたらそれはホームランボールになるんだよ彼にと。はいはい、餌巻きが下手なんだよ。何でもかんでもホームランプリ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 投げさせと。そこにそうで兄弟も一緒の顔してまあこれは余計だけどねもう親父もそっくりだから。同じ顔してました。そうでしょ、はい、あの遺伝子すごいな。僕今川にドラフトの時やったっつって、あ、お父さんが抱きつこうとしたら嫌がってたなって、照れくさかったな、いえあれ兄貴です兄貴か弟か。いやもうね、弟の方が似てるよ。僕は弟かな、弟ですって言ったのかな。僕今川だと思って言ったら、いやあれ自分じゃないっす、兄弟です同じ顔してんねんなーと。でもね俺大好きなんだよ。いい選手、性格的にもいい人ですよね。なあ、はい、もうね日本ハムのリーダーになってほしいんだよ。キャプテンシーも持ってそうですね。そういやだからこんな動画でさ今永のこと話すってことはそんなないけどさ、俺もしょっちゅう出してるんだけど、はい、でも真剣に答えたっていうのは初めてなんだけどね、はい、頑張ってほしいなと思う。多様性起用なんか、だから俺、はい、日本ハムに一つ足りないのはやっぱりリーダーシップとか、はい、キャプテンシーとか、そういう人間じゃあ誰なんだって言った時にやっぱり今川のあの性格の良さとかさ、はい、笑顔の素敵さ、それがやっぱりチームの中心になってくれるとなんか強いチームになれるんじゃないかなって。そのためには技術がいるよな、はあ、結果も欲しいし、はあ、キャプテン制度を敷いていないファイターズ、うん、キャプテンを設けた時に変わるかもしれませんね、はあ、期待します、はあ